はい、どうもこんにちは、元です。今日はですね、このカードの買い取り価格が大高騰しているので紹介していきたいと思います。そのカードはミモザ SR とミモザ SAR ですね。マギさんの方で PSA 買い取りが出ていましたので紹介したいと思います。まずミモザ SR の方ですね。現在メルカリでは約4万円での取引が見られています。 PSA10 だとなんと約10万円程度での取引が見られております。マギさんの PSA 買取表でも9万5000円がついているので、今後はさらに SR も高騰していきそうですね。次はミモザ SAR です。メルカリでは10万円超えの取引が出ております。 PSA10 だと21万円での取引が見られています。マギさんの買取表でも20万円の値がついていますね。数週間前までは約6万円で購入できていたって考えると懐かしいですね。僕もその時に購入していればなとすごく後悔しております。今後ですね、大量再販がなければもうルチアを超えると思っております。僕はですね、もう諦めてナンジャモが出た時に頑張っていこうかなと思っております。皆様はミモザ SAR 持ってますかね。また僕と一緒でもうミモザは諦めてナンジャモに切り替えている方はいますかね。もしそのような方がいましたらコメント欄で教えてください。一緒に頑張っていきましょう。はい、今回の動画は以上となります。今後もですね、ポケモンカードに関する情報などを発信していくので、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。